レックル教師タグー、はい、レックルの宮城です。はい、和也です。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、それではこの番組ではですね、曲の方を僕たちカバーいっぱいしております。そちらの曲の方をね、一曲一曲、まあ、紐解いていこうかなというふうに、思っております。米津玄師さんのパプリカ、はい、こちらの曲をやりました。3月の11日にやりましたね。はい、はい、この曲についてお話ししていこうかなと思っております。はい、宮城さん、パプリカ好きですか？パプリカ好きですか？好きですよ。炙って、カレーにね、最後のトッピングに上に乗せたりとか。トッピングにね。そう、好きですし、あと、はい、パプリカのピクルスなんかね。ね、美味しいね。そうそうそう。これもカレーにね、カレーに添えて。そう、添えて食べたりするのが大好きなんで。この曲をやろうと思ったきっかけっていう話を少ししましょうか。そうですね、これを挙げさせていただいた3月11日というのが東日本大震災があって、9年目かということになるんですけれども、日本を元気にしていこうという意味合いを兼ねて、やっぱりパプリカがいいんじゃないかなと。まあコロナのこともあってすごく元気がみんななくなっていってる時期なので、やっぱりみんなにこう元気を出してもらって、まあ、前向きにやっていってもらいたいという意味合いを込めてこの曲をカバーさせてもらいました。カバーした方は米津さんの方と、はい、でしたね。はい、うん、これは何か意味が？これですね、まあよく聞かれてる方とかお分かりの方もいらっしゃると思うんですけど、うん、のユニットの方と米津さんの方ですね、メロディーが若干違うんです。アレンジも全く違うし、違います、ね、メロディーも違うんですよ、うん。で、米津さんのやつはかっこいいんですよね。そうですね、なんか渋い渋い渋いんですよ、うん、間違いない。でやっぱりこうクラシックギターでやるときにって考えたときに、やっぱりメロディックで、うん、そして渋い方をやった、うん、アレンジした方が、うん、まあいいんじゃないかと。まあ子供たちが歌ってる方もとても歌いやすくてね、うん、なんかねファンキーですけど、米津さんの方って音数すごい少ないんですよね、うんうん、これびっくりして、隙間いっぱいなんですけど、それで空気感はしっかりそのおかげであるし、うん、うん、なんだろうね、なんか大人の感じがすごいしますよね、うん、本当にそうだね、うん、かっこいいです、うん、まあ、その感じを出したいなっていうのが、はい、うん、それでやりましたけどね、はい、メロディーがやっぱりみんな聞きなじみがある方っていうのは、うん、やっぱりそのユニットの方なんですよ。ですね。で米津さんのメロディーとも頭の中でごっちゃになってくるわけですよ。ほんでカバーしてたらもうどっちがどっちか分かんなくなってくるような無限ループの、この中にはまってしまって、これはメビウスのね、メビウスのね、こうつけてね、ここそうね、トイレットペーパーと逆にして、ね、そうそう、最後の本当にね、輪にはまってしまってからというものの、もう何回も、もう何十テイクもやりましたね。やったね。メロディーが分からなくなるんですよ。全然決まらなくて。そう、まあ、短い動画ではあるんですけど、本当にそれを撮るために何十回もやって、で、うん、最終的にはもう今日やめるかって言ったぐらいの。本当にね。でも、ここで撮らなかったら、絶対これ、パプリカっていう曲自体を多分やることがなくなってしまうと。そう。今撮れんかったら絶対撮れないっていう、うん、まあ、気持ちというかその感覚っていうのは結構あるので、それを感じたので、ざっと集中して。なんとか気持ちでね、なんとか形にしましたけれど、今までのカバー企画でこれ一番テイク多かったんじゃないかと思うぐらいね、うん、そうシンプルだけに難しかったですね、うん、さっき和也さん言ったように音数が少ないがだけにものすごく難しかったっていうね、うん、まあ、宮崎さん全部メロディーやってるんですけど、うん、僕は全部伴奏で、まだ器用なことしてるね、何やろうかっていうところからまだスタートしたんですよね、うん、まあでも楽しく撮ることできたんじゃないかなと、はい、思っております。ということでパプリカの方を演奏、させていただきました。はい、はい、じゃあ次の1曲、クイーンですね、クイーンの The Show Must Go On をカバーいたしました。3月29日やらせていただきました。はい、はい、これについてお話ししましょう。まあ、まず選んだ理由はあれ、まあ、やっぱりそうですか、そういうことじゃん、そういうことになるじゃないですか、そういうことですよね、そう、やっぱ、まあ、暗い話になるけどね、まあ、暗い話になりますけれども、うん、フレディがやっぱり行ってしまうので、うん、僕たちの思いはそこではない、うん、うん、そこではないと、うん、歌詞の意味だと、そう、まあ、ちゃんとこの Show Must Go On どういう曲のかなと思って、まあ、知ってる人はもちろん多分分かられたと、あ、こういうメッセージがあるんだなと、なんでカバーしたのかなっていうのは分かられたと思うんですけれども、まあ、もしも知らない方で、あ、この Show Must Go On ってどういう曲なのかと思って、まあ、Google で歌詞とかこうググって、まあ、和訳でも、まあ、英語メールって言ったら英語でも、読んだからな、こう、お察しいただけると思うんですけれども、まあ、こういう時だからこそ、我々は、
あの概要欄の方もねちょっと書かせてもらったんですけど、まあ音楽を続けるしかないなと、あえてみんなの前でこうやって演奏することをあの願って、みんなと一緒に楽しく過ごす時間をね思い描きながら、そういう日が来ることを願いながらカバーしたと、はい、いうところじゃないですか。そうですね、前回キングヌーを宮内さんがカバーした時とまあ同じように、まあカラオケそれまではなかったですよね、カラオケ。そうですね、うん、これがまた新しい試みですよね。はい、うん、とっても楽しく、そして、ボリューミーな感じにやっぱなってますね、うん、全部宮内さんが編集、あ音作り、収録、どちらもやって、マスタリングも全部やって音作ってます。そう、やっぱりあれですね、あのもうカラオケというよりか、うん、もうそれも踏まえてレックルよ、うんうん、もうその音も踏まえてレックルよね、うんうん、なんで、まあ、全部自分たちでね、そう何もないところからスタートしてやってますので、そうそうそう、まあ、何もないと言っても、あの、まあ、曲自体はあるんで、あれですけれども何もない、まあ、ある意味そうやね、まあ、一から自分たちで作ってるものであることは確かなので、はい、新たな試みということで、やってもいい感じですよね。あの和也さんの方も、そして、私の方も、まあ、DTM のね、あそう初めて DAW やってますね、はい、やってるって感じですね、うん、まあ、これも少しずつこうなんていうんですか、回を重ねるごとに、また今後もどんどん上げていくと思うんですけど、回を重ねるごとにクオリティもね多分良くなっていくというふうに思うので、うんうん、まあそれも踏まえてお楽しみいただければというふうに思います。踏まえてできてないわけですよ、そうだね、うん、なんかやっぱり、はい、演奏がねこうちゃんとお客さんの前でやりたいと、うん、あれね、これ映像通して、いやもう出せるものももちろんあるんですけれども、うん、まあ、それだけでとやっぱりね、そうだね、違うんですよね、やっぱり、うん、みんなと間近でこう目と目があったりとかしながら演奏を生で届けたいなっていう、そんな気持ちがずっと、あって、それを、まあ、一番表してる曲なんじゃないかなと、うん、ショーマストゴーン、ショーを終わらせちゃいけないと、うん、はい、というところを、ぜひ感じていただければなと、そうだね、いうふうに思いますね。コンサートホールとかもね、はい、今やばくなってきてるらしいですけど、うん、絶対それでね、今回のコロナのせいでそれを終わらすわけにはいかないんで、そのためにやっぱり一人一人がやっぱ気をつけるべきことっていうのもありますよね。そうですね、手洗いうがいを徹底したりとか、マスクをつけるとかしてますけどね。そうそうそう、もうこういうところからやっぱりちゃんとやっていかないと、もう決して人事じゃない話なので。そうですよ、まあ、まだ若いから大丈夫とか、まあ、田舎の地方の方に住んでるから大丈夫とか、もうそういうのじゃなくって、自分がかからないように、そして移さないようにというふうなところで、まあ、そういう心がけが今後また我々が音楽を続けていけたりとか、またみんなが楽しめるね、あの時代がまた新たにね、新しくやってくるためのに大切なことだと思うので、そこはもうお互いね、皆さんもあの我々も大事にしていきましょう。はい、ぜひぜひ注意していきたいですね。うん、はい、ちょっと番外編になるんですけど、どうぞどうぞ。あのソーシャルディスタンシングっていう言葉がありまして、これはの社会的距離を空けていくっていう、そんな、近いですね、そうあれなんですよ、ね、で面白いのが、うん、あのまあ、下に貼り付けてもらったりとかしたらいいんですけど、アウディとか、アウディ車、ここはそう、輪っかが重なってると思うんですけど、こういうふうにね、これがあの今はね、この輪っかが離れてるんですよ、こういう、アウディの、そうマークが、そうそうそう、まあいろいろそういう風にロゴもね、うん、文字も離れていってるんですよ。なるほどね、なんか三密ですよね、意外とね。そうそうそう、ということで、なるほどね、レッドグルーバーの、はい、実はレッドグルーバーのツイッターの文字も開けさせてもらいました。はい、気づいたかな、気づいた人いたかな。そうソーシャルディスタンス、そうなんです、リプライがね、うん、すごいですよ、本当に。あのフォロワーさん、本当に我々のファンの方がね、うん、あの気づいてリプライしてくれしたんで、いやーすごい、こちらアンサー動画ということで、いやーよく気づきましたね。はい、よく気づきました、うん、ありがとうございますね、本当にいつもありがとう。なんかプレゼントを、うん、差し上げないとね。はい、スマイル0円で送りますスマイル見えねえ、はい想像して、想像して、はいはいうん、うん、はい、ということで、まあ、まだまだ先は見えませんが、うん、まあ、元気にやっていきましょうと、はい、いうことで、これからもレックルをどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあレックル家の食卓第2回目でした。ありがとうございました。バイバーイ。